ということでちょっとね、はい、盛り上がってまいりました、うん、では早速ねこれからちょっと勝負に挑むということで松岡さんと福山さんにあの意気込みをちょっとねいただきたいと思います。いやもう僕はもう胃袋を壊す勢いでいきたいと思います松岡さんがそうですね、やはり料理って言ったら心を込めてそして何よりもやっぱ愛を込めて作るものだっていう誰かから聞いたことがあります。僕の考えではないです。掛け算させてねこうバーッと膨れ上げさすのもソースですから科学心がですねくすぐられますね、はい、熱い戦いになりそうですね。熱いとか私の胃がちょっと熱くなってまいりましたきっと2人なら美味しいソースを完成させてくれること間違いなし、そんなことを祈りながら、はい、待ちたいと思います。楽しみです。それではまず松岡さんからご調理いただきます。準備の方はよろしいですか。さあ調味を始めよう。違うキャラだ。いや大丈夫ですよ、ちゃんとやりますから楽しみ。そうですね、でもすごい衛生面がめちゃめちゃちゃんとしてます ね、うんうん、ねそうです、うん、ちゃんとやらせていただいてますからね、はい、これは絶対入れなきゃいけないって思ったものがあったんですよ、うんうんはい、レモン、レモンを、うんうん、ここからですよ。そっからだね、いやもう油っぽさを消すって言ったらもうレモンからのいちごジャム、いちご、甘酸っぱくなるね、甘酸っぱいかな、恋の味だね、初恋の味作りたいのかな。ここでちょっとだけ塩を入れますね。お塩でここで醤油、これはもう高見菜のために作ってますから。うわ美味しいですね。なんか急に美味しそうに見えてきた。本当にちょっと味をまろやかにしたいなって生クリームを入れちゃおう。醤油と生クリームって大丈夫なの。おっしゃる通りではありますが、レモンと生クリーム入れたらなんか分離するイメージが。そんなの関係ないですよここでさらに酸味の追い打ちをかけようとトマトケチャップ、旨味の塊ですからね。そうなんだよ、ケチャップはここでやっぱ入れなきゃいけないものがあるんです、うん、わさび、いいやつやって。清涼感ね、清涼感。あとあの色合いかな。結構入れません。いやこれ今日ほら油があるお肉にわさびってすごく合うから。そうなんですよ、でしょ、醤油とわさびの相性も最高にいいですからね。そこにいちごジャムも生クリームも、ね、そういうこと。本当に全てが丸く収まってるはず。なるほど、ここが最後のカスだったのか。本当に結構入れません。タプタプにやってます、ね、あ、ちなみにあの高見菜お酒はたしなむの。たしなみますけどこの後別の仕事もあります。そうだね、で自分基本的にはもうここで OK らへんなラインになってるんですよね。 OK らへんなライン、はい、でも多分これ、今まで入れた中でいくと、多分甘くなってる、だから、おいしお、おいしお、これぐらいで多分もう引き締まりましたよ。味は見た方がいい。はい、全く味の想像がつかない。想像つかない。もしかしていちごが破滅的にすごく隠し味としていい感じにいってるかもしれない。なるほど。おお、どっちの、どっちの、お、お、うわ、いやでもいいアクセントになると思う、すごい。いやちょっと待って、なんか今すごい色が足した今。いや足りないものがね。あ、なるほど、今食べて分かったわけですね、生クリーム入れたの。生クリーム入れました、多分ちょっと味に角が立ちすぎてるんで。なるほどね、まれ、そうね、やば、あ、そうだ、これがあった、粉チーズがあったんだ。そうだね、とろみがつくからね、もう取り返しつかないから全部入れてるやん。でこれで最後マヨネーズ入れれば大丈夫ですよ。これで多分 OK ですよ。お、え、どうやらじゃあこれで OK です。そこで出来上がりに、これで僕のソースは完成です。ありがとうございます。いやこれもしかしたら今まで食べたことのないなんかこう料理感覚を味わえるいいチャンスかもしれないですね。私新しい扉開くかもしれません。そうですね、どういったお味に仕上がっているのかというのは本当に今から楽しみですね。それではお次は福山さんにご調理いただきます。準備の方はよろしいでしょうか。患者高橋みなみ第二手術開始いたします。始まり方これ、はい、大丈夫ですよ、痛くないですから。痛いのは心と胃だけです。健康体、はい、ということでございまして、先ほどね松岡君の、ね、あの素晴らしいソースを見ていて、やっぱ僕の中でもテーマが決まりまして、粘度の高いソースというのをそこはちょっとテーマにしようかなと思っております。なるほど、こちらの方はいろんな種類がありますね、はい、やっぱりこれ僕はスタッフの方々からのメッセージだと思うんですけど、ここにゲソがあるんですね。このゲソをどう処理しようかというところもありますが、これはちょっとねなかなか難しいです。粘土じゃないですよ、これも個体ですから。確かに間違いない。ヌテラ、
ヌテラ、おーおー、恥ずかしながら僕初めて見たんです、ヌテラって。ヌテラはなんかチョコソースみたいな。チョコソースですか、はい、ええ、パン入れましょう。入れません。そっか、入れません。ヌテラを入れない、とんかつと考えてください。ヌテラを今までソースに入れない、とんかつソースに入れないってことは新しいものの出会いがあるかもしれません。はい、入れましょう。あとね、ピーナッツバターもね、相性いいと思うんですよ、やっぱチョコレートに。ちょっとお菓子にディップする何かを作ろうとしてます。おい、おかしなことを言うんじゃないよ。これから僕はとんかつソースを作ろうとしてるんだ。すごいパスを渡してしまった、悔しい。はい、はい、なんか詐欺師やったらうまくいきそう。おい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 、コンフィデンスマンだって。ちょっと寝すぎだよ。はい、じゃあ次いきますよ。はい、やっぱりなんか番組見てるような感覚になる。番組見てるみたい。次に行きます。まず僕がこうケチャップ使いましたが、私こちらやっぱウスターソースかな。あー、ウスターソース美味しいですよね。ウスターソース便利なんですね。はい、こうやってやっていけば、なんか結構結構結構すごいダバダバ。そしてですね、これソースの基本、僕使わないって言ったわけじゃなくて、やっぱりメインはウスターソース。あのね、はい、ウスターソースとケチャップ、はい、そしてね、マヨネーズ、この3つ混ぜるとね、それだけでね、何にでも合うんですよ、揚げ物なんかとかにもね。はい、はい、見てください。はい、アントニオ猪木さんがね、日本に初めて輸入したとされるタバスコ。そうだったんだ。これはね、ちょこっとちょこちょこっとでちょこっとちょこっとだけ、うんうんうん、はい、ここ指先ちょっとぐらいね、はい、ちょ入れましたね。タバスコ、はい、これもあります。さあ、そしてあのやっぱね、とんかつで忘れちゃなんないの何か分かりますか。そうなんです、こちらですりごま。はい、これね、これによってね、水分がこっちに吸われますから粘度が上がります。吸ってあるんだから、このすり鍋にすり鉢に入れることないじゃないのと思うかもしれませんけど、さあ見えますね、煮干し。煮干し、はい、これで香りが立つんですよ。肉と魚のマリアージュ、いいじゃないですか。煮干しとヌテラって合うのかな、はい、入れすぎちゃった、まあいいっすね、入れすぎちゃった。いや、これあるとあのカルシウムつきますから。ちょっとね、先ほどね、ちょっとあのスタジオで見てると、高橋さんちょっと怒りっぽいですよ、はい、カルシウムが足りないじゃないですか。そういうこともありまして、怒らせるようなことしてるからやろ、二人が。あ、時間がない。あ、分かりました、はい、入れますか。はい、ちょっと待って、時間がないんですね、時間が、もっと吸ってくれ。いや、時間がないんですね、さっきコンペが出ちゃって。そんなことさっき出てなかったですよね。やっぱこの料理を僕最近するようになって思ったんですけど、ニンニクの力ってすごいんですよ。肉を炒めるときはニンニクあると臭みが抜ける、この煮干しさんのね、ちょっと臭みをね、ちょっと抜いてみようかなって。確かに煮干しは絶対臭いですよ。まずは一回これをちょっとね、混ぜてみなきゃいけないということで、いきます。ほら、ほら、素敵な色になってきましたよ。ほら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 、違う、ほら、とんかつソースっぽくなってきましたよ、皆さん。違う。いやいや、本当ですって、これ。いや、本当本当、これいけるいける。この煮干しが入ったことによって主張がすごいでしょ。で、僕は粘度の高いディップするような、かけるようなソースを目指してるって言っていたのに、はい、苔を入れてしまった。リキッドがソリッドになっちゃうんです。その結果、足し算ができるようになりました。そう、ゲソ、皆さんお待ちかね。はい。さあ、行きましたよ。魚とイカ、相性はマッチでございます。いやー、これね、自分で言うのもなんなんですが、脳内シミュレーション完璧です。うまいですよ、これ。ぜひとも料理研究家の皆さん、パクっていいですからね。味見しなきゃダメですか。あ、しなきゃダメですね。責任持ってください。はい、じゃあまず匂いから。はい、おお、いきます、いきます。怖い。皆さん、感想は自分のお口で。ということで、私のこのソース完成いたしました。これはいろんな意味で接戦になりそうですね。はい。さて、お二人の調理が完了したところで、まずは松岡さん特製のソースから試食をしたいと思いますが、松岡さん、いつものあれお願いします。お上がりよ。これソース、ソースか。特製ソースだ。今ね、とんかつの本当にいい香りが、はい、あの漂ってきてまして、こっち側からなんだかちょっと刺激臭。刺激臭と美味しい臭が今こうちょっとここでマリアージュして、はい、期待値を高めてくれています、はい。まあ、見た目はなんかあの、まあ、ちょっとあの会話の中でも出てたんですけど、生クリームと、うん、レモンが反応してる感じ。いただきます。来てる来てる来てる。色全部一緒。うん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 、あのとんかつ殺してる。予想よりいちごの味しなくて、おうほうほうほう、もうなんか、うん、癖になる、美味しいかも。あら、
こだわった点は、まあ、大体の味の予想を立てて、うんうん、あのプラスとマイナスで考えてたんですよ。なるほどね、酸味がね、うん、とかって言ってくださったじゃないですか、うんうん、それを元にして、あ、やっぱそうだよな、そうだよな、そうだよな、うん、って言って、あ、入れすぎたって思ったのが、うん、調理師だった。そこで、でも多分その後に入れたまろやかにするアイテムたちが本当にまろやかにしてくれてて、今本当遅れてやってきたんですけど、わさびの味がちょっとスッと鼻抜けて、うん、なんかいいもん食べたっていう気持ちになりました。ちょっと今ジェラってるよ。じゃあちょっとね、ここで松岡さんのソースをいただいたところで、はい、よろしいでしょうか。はい、もう本当ごちそうさまでした、はい、ありがとうございました。では続いてまいりましょう。福山さんの特製ソース、ね、いただいてみましょう。じゃあ福山さんもね、例のあれをお願いしてよろしいですか。じゃあ俺が作ったまさにショック劇的インパクトとんかつなのに海の幸ソース、お上がりよ。まずあのゲソと目が合っててずっと、そうなんかお魚さんの顔ともさっきから目が合ってて、うん、いやちゃんと出汁が出てるから。ああ出るかな出てるかな。じゃあいただきたいと思います、はい、うん、確かにさっきよりあのちょっとの液感はないソースというか、うんうんうん、ちゃんと衣に絡みますから、はい、絡みがついてますね。テーマパークみたいな。今メインステージには誰がいるの？ピーナッツバターが主役ですってやってるんですけど、うん、ヌテラがたまになんか、あ、ヌテラですって寄りますかみたいな感じで、なんかちょっとこれゲソも一緒に食べてみようかな、うん、ゲソ、はい、ナイスナイス、うん、ゲソは入れなくてよかったとんかつとの相性が良かったです、はい、うん、やっぱ具材として生きてる、ということですね。その辺ちゃんと計算しましたからね。どちらも、ね、きちんとソースとして素晴らしく成り立っているということがちょっと伝わってきましたが、うん、ではお二人の自信作な特製ソース、どちらが美味しかったでしょうか。どっちも本当に美味しくいただけて、はい、予想よりというか、あの、はい、作ってた絵面よりも、はい、さすが2人とも素晴らしい料理人だなという、ただ、はい、やっぱりちょっと魚と目が合ったのが怖かったということで、勝ったのはこちらの松岡さんが作った特製ソースです。うわ、マジかー。おーソースか、おめでとうございます。結構自信あったんだけどな、味。そうですね、多分かなりの僅差だったんでしょうね。はい、ただインパクトは確かに、ま、なんかの福山さんのあって、ね、はい、もうなんかソーススッてやった瞬間に魚がこんにちはって言ってて、もうなんかその印象で味とか吹っ飛びました。あ、まあ、要するに好みの差ってことね。そうなんです。でも両方ともとんかつには合う、美味しい、なかなか美味しいソースでした、はい、ということでせっかくなのでみんなで試食したいと思います。いや、もうこれ食べていただかないと分かりませんから。うん、いただきます。いただきます。私は松岡君のソースからちょっと。でも確かに、うん、俺好きかもこれ。うん、美味しいですよね。あ、うん、あ、いいよこれ、美味しい。ちょっと自分のも言ってみよう。我ながらね、美味しいよこのソース。うんうんうん、ソース飲んでる、ジュンさんのソース。味は美味しくないですかこれ。うまいんだよ、意外にうまいのよ、はい、ただじゃあ固形物が邪魔なだけで松岡さん、福山さん、素晴らしい特製ソースありがとうございました。